皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。今日日曜日なので勉強とは関係ない、で新聞を読んでみて、あ、ちょっと面白そうな記事だなというものを2つ取り上げてみました。でそれが髪を丸めて怒り消滅と、これ失恋休暇、そういうものです。まず髪を丸めて怒り消滅、どういうことかというと、名古屋大学の大学院の研究チームが、ね、ある実験をして簡単で効果的な怒りの沈め方、これを見つけたんです。実験どんなものかというと、まずモニターの人たくさん集まってもらって、その人たちが怒るようなことをするんですね。まあ言ったのかもしれないんですが、そして怒ったその気持ちを紙に書いてもらいました。そして紙に書いた後、3つのグループを作りました。1番のグループはその紙を丸めてゴミ箱に捨てるグループ、2番はその紙をシュレッダーにかけて裁断してしまうグループ、3つ目はその紙を箱にしまうグループ、この3つなんですね。そしてその後で、で怒りについて計測するとこんなことが分かったんです。1のグループ、ね、その怒りの気持ちを紙に書いてぐしゃぐしゃぐしゃっと丸めてゴミ箱に捨てたと、そのグループは怒りの感情が実験開始前、つまり怒る前と同程度まで下がっていた、こんなことが分かったんですね。え、ただ頭にきたらその気持ちを紙に書いてぐしゃぐしゃぐしゃって丸めて捨てるだけ、それで怒りが静まるんですね。でこの研究チームを率いている教授、この人は簡単で効果的なので職場や家庭でぜひ活用してほしいと、このように言っているそうです。皆さんね、頭に来たらその気持ち紙に書いて丸めて捨てちゃいましょう。それで怒りがね、怒りの気持ちが収まるんですから。失恋休暇なんですけど、これは海外でのお話です。フィリピンで失恋した独身従業員に休暇を与える法案が提出されたそうです。提出したのは下院議員さんです。日本で言ったら国会議員の人ですね。国会議員の人はこういう法案を提出したと。で目的は未婚者やパートナーのいない人を社会的圧力や寂しさから救うためと、このように言っています。内容は25歳未満の人に1日と、25歳から36歳の人に2日と、36歳以上の人に3日の無給休暇を与えるというものです。さすがに有給休暇じゃないんですね。給料は出ないと、給料は出ないよということですね。やっぱりでも失恋した時ってそんな1日2日3日そんな短い期間で傷は癒えます？いや僕は引きずりますね。まあ1週間は引きずるでしょうね。1日休んだからね、2日休んだから、いや傷は癒えません。皆さんどうですか？でこの休暇を申請するには、申請者は過去30日以内に恋愛関係が解消したことを証明する署名入りのこの声明、これを雇用主に提出すると、こうなっていますね。これさ、寂しさから救うためってありますから、2人が恋愛関係だったら振られた方の人が出すってことですよね。でその人がじゃあ振った方の人にお願いして、あなた何月何日私を振りましたよね、私たちの恋愛関係消滅しましたよね、その証明書を書いてくださいってお願いするんでしょ。いや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 、私はそんなことできませんね。自分を振った相手なんで、多分多くの人は会いたくないでしょうね、振られたことを思い出したくないでしょう。だからそんな証明書なんて書いてほしくないです。あなたはどうですか？やはり休暇を取るために証明書欲しいと思いますか？ましてその証明書を
出して休むってことは、ね、職場の人に自分が失恋したってことを知られてしまうってことですよね。いやなおさら私は嫌ですね。皆さんならもしこういう法案ができたらこの失恋休暇申請しますか？どうですか？今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。